エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご案内します。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、ララ山本です。宮田イライス赤荷です。あ、ちょっとアルちゃんやんけ、お前アルちゃんやんけ。誰かおったやん。カモさんの水道深掘りパンチ。この企画はカモさんの水道を深掘りしていく企画となっております。それでは本日のツイートはこちら。ブレイキングダウンも喧嘩が強い人が残るように見えて、実は立ち回り含め限られた時間で印象を残せる人、つまり地頭がいい人が残る仕様になっているね。大勢の中で視界から振られた一瞬のコメントで結果残すの相当むずいからね。喧嘩の強さより賢さが大事だよという皮肉な裏メッセージ。見てへんやん。見てるよ俺本当に、うん、見てるおもろい。じゃあ語ってよし。あれ出てさ、カットされないの結構むずくない？むずいよね。カットされる自信しかない。俺知り合い出てフルカット。めちゃめちゃあそこに抜かれてる人はエンターテインメントとしてすごい。とりあえず喧嘩しに行かなダメなんですよ。でもみんなそれするんじゃない？さすがにさ、あんだけやってたらさ、みんなさ、誰が戦いたいですみたいな、おいみたいな、絶対多分するじゃん。だけじゃきっと抜かれないんだよ。だけじゃダメなんだ。挑発の仕方もなんか上手いなっていうのなんかありますよね。だからただだって結局初対面の人にあ絶対殺す潰すみたいな、うん、ないじゃん。絶対面と向かってしかも言うのはけどその中でとはいえ、いや別にどなたでもいいんですけども、僕とやっていただける方いたら助かりますみたいなスタンスはつまんないじゃん、うん、だからといって絶対あいつダメだ、俺絶対あいつやりたいって言っても薄っぺらくてわざとらしいじゃん、うん、だからいかに根拠つけて、いや見てる側がワクワクする戦いを自分の中でイメージして、それをストーリーつけてキャラクターと一緒にプレゼンするかっていうさ、めっちゃ事前準備とシミュレーション必要だなって思うわけよ。まずそんなこと考えてるってことはさ、自分出た時のこと絶対一回は考えたでしょ。うん、だろうな。絶対考えただろうな。俺の中でやりたかったパターンの一つで有力だったのが東大のやつ出たじゃん。ああ、スモーブのあれ見てて、はいはいはい、あ、ナイスみたいな。大好きなセリフ、反社が社会勝たんなよ。それで自分が東大でリテラシーいいやつが社会を回すんだよみたいな感じでしたね。あれはさ、うん、まあ、言うてそんなさムカついてるわけがないじゃん。まあね。けどあの感じを演出するって、うん、やっぱさすが頭いいなと思ったりとか で結構令和の虎も似たような感じの構図なわけよ。結局ビジネスモデルを聞いてダメでしたってなって、うん、僕はもう関係ないんで大丈夫ですっていうのが一般的な投資の考えというか、うんうんうん、プレゼン見た時点でてか紙見た時点でもうナッシングだろこれっていうのが大半の中でいかに演出するかっていうところを全員やっぱある程度の試されるわけよ、うん、だからやっぱフル株の人たちとかはさすがなのよ。コラボとかすると取れ高めっちゃ考えるわけ、はいはいはい、これこういう座組の方が見てておもろくないとかっていうのが取れ高から逆算して演じるみたいな、うん、結局それも言ったら地頭の良さというか地頭と慣れだよね。その2つがやっぱ大事なと思うから、やっぱブレイキングダウン見てると強いやつだからって映るわけじゃないと、なんやかんやでしゃべりとかができるやつとか頭の回転早いやつの立ち回りが評価されてると。ってことは喧嘩が強いやつを救うんじゃなくて結局頭いいやつを救ってないって思って、うん、これは皮肉だなって思ってニヤニヤしてた。何の感想だ。令和の虎にはサムネになってから出たって家とか言う爪痕を残してないから。そうサムネになってから令和の虎に出たって言っていいよって大浜君にめっちゃ言ってた。例えば虎5人に対してカメラが2台3台だったとしたら突然喋り始めると抜かれないわけじゃん、うん、まあ、例えばじゃあちょっとニヤニヤするっていう絵を演出したい時に一人でニヤニヤしててもカメラ抜かれてなかったら意味ないじゃん。その時ってちょっとこう喋る空気感を一瞬出すとカメラが向くよ。これでこうやってニヤニヤするとかっていうのが大事だったりするわけですよ。だからそういう立ち回りとかいわゆる演者力的なのもブレイキングダウンも求められるんだなと思って、喧嘩が強いからといって勝てるのは本当にそういうストリートだけで、やっぱ YouTube はそうじゃないなと。だから演者力ってやっぱ出る側になってから求めることを新しく知ったりするわけじゃん。飯田君もどうですか出るようになって。考えたことないですよ、うん、自分が出てそれを結果視聴者がどう見られるかなんて、うん、考えたことないんすか。いやいやそれ出る前はね。あ、前びっくりした。今もかと思った。どう見られようとしてますか言うのが恥ずかしいかもしれないんで僕から言います。僕はやっぱ有吉のようにおもろくなくても優秀なこと言わなくても許されるポジションになりたいと思ってそこを意識してます。正直有吉なんや。もともとめっちゃおもろいと思うけど今別にそんなおもろくないよ。そうか。いや俺は尊敬してるよ。尊敬してるんだけど有吉は今そんなおもろいことも言わないし、むしろ後輩を生かすっていうのに徹してるよ有吉は。
昔矢作とかって言ってなかった。矢作もだから今はあんま周りを邪魔しないよね。はいはいはい、だからキャラが抑えつつでもいると安心感みたいな、うん、よくわかんない番組始まった時に一人大御所いるとさちょっと安心感あったりとかっていう、うん、それ狙い長期間出ると多分そういう存在になるというか通常持ってるわけじゃないんだけどいると番組が閉まるみたいな、うん、あでもそれなら俺もあるよ、うん、モデルケース。あどうぞ。アベマの平石さんあの人が自分の中の一つのモデルケース、うん、いると場が円滑に回る邪魔をするわけでもなくたまに自分の意見をこ う, うまく差し込んできて人の話を引き出すみたいなあの感じがどこに置いてもうまく場をなんとかしてくれる感がある。僕は出川と狩野英孝ですかだいぶおもろいポジションだねそれ頑張れよもっとじゃあ。いやあれ頑張って出すっていうのも逆にむずいんですよね。確かに出川と狩野英孝って目指そうと思ってなれるもんなのあれ。素でやらないとダメなんでだからそれは難しいですよね。じゃあベンチマークちゃうやん。でもさやれって言われたこととかさ、はい、全力でやるからこそのさいや仕事選ばない感じがすごいあるじゃん、うん、いい意味で。ちょっと最近選ぶようになってないあれ選んでないっすよもう大人なんでっていうよね最近。言ってないです言ってないです営業妨害やめてください飯田さんは。僕はタモリさん平和でしかも誰からもこう好かれるみたいな。でもたまにちょっとそのいじれる後輩とかいるとちょっといじるみたいな。ということで結論有吉出川平石さんタモリという感じで目指しておりますので、ね、なんか思ったよりバラエティに飛びましたねちなみに画面外ですけど大堀さん為国さんどうですか。誰目指してるんですか。僕は可愛い子おい、かぶってんだよおい、二人おるなかぶってんだよ意外だアンガールズの田中でいいだろタメクニさんは僕は指原。指原指原綺麗に見た目とか見せてるけどたまにおもろいこと言えるとか絶妙に空気読むっていうところが指原がすごいな。AKB で成り上がったポジションですからね。トーク力と空気読み力で今後は全員のキャラに期待ということで、うん、だからタメクニさんが今大きい声で画面外から喋るときに大堀が咳かぶせてきたじゃんあの二人マイク今ついてないから絶対やっちゃいけないことをやるあたりがまだちょっと素人だなっていう感じがしますよねということで深掘りパンチでした。ありがとうございました。企画名変わってる